どうもこんにちは。今回は、近本選手が語った将来のことと、後輩思いが素敵すぎる西行投手についてご紹介していきます。このチャンネルでは日々タイガースの情報や、面白い動画を投稿していきますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひお願いいたします。今シーズン6年目の近本選手、毎年スロースターターといった特徴があり、 3月4月は成績があまり良くなく、本人もスロースタートが特製のポケモン、レジギガスと自虐ネタを言うほどです。しかし今シーズンは開幕から調子が良く、脱レジギガスかと思われましたが、シーズン中盤に差し掛かった6月頃から、珍しく不振に陥っています。7月に入り、徐々に調子を取り戻しつつある近本選手ですが、今シーズンここまでは、 312打数78安打、打率2割5分、6本塁打。30打点、OPS698。という数字を残しています。近本選手からすると物足りない数字となっていますが、今シーズンは長打が増えている印象です。盗塁に関しても、セリーグ首位という位置にいますが、10個は少し寂しい数です。 ですが得点圏打率は3割一部8輪でセリーグ1位と、非常に頼もしい存在です。さらに満塁打率は4割超えと、チャンスに滅亡強く、7月9日の試合では1点ビハインドの9回裏2アウト満塁の場面で近本選手に回り、見事さよなら2点タイムリーという最高の結果も出ました。復調を見せている近本選手、 今後はさらに各数字を伸ばしていってくれることは間違いないでしょう。打率に関しても、近本選手レベルなら、2割後半、3割は余裕で狙える数字ですので、今後の活躍に期待です。そんな近本選手ですが、昨シーズンオフに行われた契約公開でこのようなことを話していました。これから先、タイガースかどうかは、嘘っすけど。 タイガースでずっと引っ張っていってくれって言われたので、はいって言いました。と、生涯半身宣言ともとれるコメントをしています。球団は最大限の評価をし、外野手としては最速の6年目での3億円に到達。さらに、これから先、連覇できるだろうし、ちょっとは、ちょっとはじゃないな、強い時期は続くんじゃないかと思う。と、 黄金期到来を宣言しました。淡路島で生まれ育ち、兵庫県の八代高校、関西学院大学、大阪ガス、阪神タイガース。と関西、兵庫県一筋でここまで来ている近本選手。2021年にはこのようなことも話していました。FA 県についての話の際に、僕もそういう状況になったらどういう判断をするかわかりませんが、 自分としては淡路島により近い場所にいたい。と、話しています。これは生涯阪神宣言と捉えても良いのではないでしょうか。しかし、今シーズンになるとこのようなことも話していました。元阪神赤星さんとの対談で、生涯阪神でっていう気持ちはありますかとの問いに、一回きりのプロ野球人生で一つの球団というのもわからないですし、 他のチームを見るっていうのも野球人生として、自分の人生としてすごいいいことだと思うし、違う方向でより成長できるのかなと思います。と、将来的に移籍の可能性もあると話しました。しかし近本選手は続けて、僕は環境を変えるのがすごい苦手で、だからずっと兵庫県で生まれて今も兵庫県にいるから、環境が変わって、そのストレスに対しての自分の負荷もあるんで、 と、これはファンにとっては安心のコメントです。近本選手の FA 権獲得は2025年となりますが、何といっても生まれ故郷の淡路島を大切にしている近本選手。きっと生涯タイガースでプレーしてくれることでしょう。阪神タイガース不動の一番打者としてこれからの黄金期を支えていってもらいたいです。今後の近本選手に期待です。 そしてここからは西勇気投手の良い意味で性格がヤバすぎる件を紹介していきます。チーム最年長として阪神タイガースを引っ張ってくれている西投手。今シーズンは例年よりも素晴らしい成績を残していますが、何より目立つのが性格の良さです。6月30日ヤクルト戦。この日先発の西投手は、 6回1失点という素晴らしい投球をし、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りましたが、後を継いだ霧式投手、漆原投手などが4点差をひっくり返され、西投手の勝ちが消えるという試合がありました。しかしイニングが終わると、西投手は1番にベンチ前で選手を出迎え、励ますシーンがありました。試合後西投手は、中継人がこうやって頑張ってくれている展開で、 若い子が勝ちで降りて負けてしまうよりは、一番上の僕が負けた方がまだ。うるしとか霧リはいい経験ができていると思うし、こういう失敗をプラスに変えてどんどん行ってほしい。と、悔しいはずの西投手がしっかり後輩のケアをしていたのです。そして、後日西投手は、自分の白星が全てではなくなった。先発ローテーションで6年。 七年と回っているうちにチームが勝てばいいと思うようになれた。自分の成績動向ではなく、チームが負けたのが悔しかった。そして霧式や漆原が夜に嫌な思いをして次の日を迎えるのが辛いだろうなと。と、まさにチームを引っ張っていくベテランの勘のような存在となっています。西投手はここまで。十二試合に登板、三勝三敗、防御率1.67。 被打率2割2分8輪、ウィップ1.04。と本当に素晴らしい成績を残しています。現在のタイガースの先発陣の柱となっている西投手ですが、2023年から4年契約ということで、2026年までとなっています。2026年には36歳になっていますが、西投手は引退時期について次のように話していました。怪我せずに野球選手を終えたい。 めっちゃ体が元気な状態で引退したい。まだまだできるやんと思われるところで、もうお腹いっぱいですって。人にはそれぞれの美学があるけど、自分の美学はそう。と、もしかすると西投手の引退はもうすぐかもしれません。だからこそ今シーズンは絶対に電波を達成し、来年再来年も優勝できるよう頑張ってもらいたいですね。後輩思いな西投手。 これからも投手陣をチーム全体を引っ張っていってもらいたいです。以上、近本選手の将来の遺跡について、西投手の噛みすぎる性格についてご紹介させていただきました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。